事故で行くとは不運だな。俺としてはラッキーだけど。事故って誰が？嫁だよ。もう嬉しくて飛び跳ねたい。なんで？だってさ、離婚の手間は省けるし、保険金はゲットできるし、最高じゃん。太田？いきなり名字で呼ぶとか何のプレーかな、きょんちゃん。早く一緒になりたいね。奥さん亡くなったの？今実家に帰ってるんだけど、そこで事故ったらしいんだ。危篤状態だけど、ほぼ助からないらしい。神様、どうかそのままあの世に連れてってください、なんつって。おいおい、今日なんか冷たいね。今から会いに行ってもいい？僕が温めてあげる。お前さ、さすがにそれは気持ち悪いわ。え？あ、山中部長、何考えてんの？あ、いや、これは違うんです。何が違うか言ってみな。部署の奴らと部長をドッキリに引っ掛けようぜってことになって。高橋とか鈴木もぐる。あ、ですです。今その二人と飲んでるんだけど、知らないって言ってるぞ。え？もしかして浮気相手のキョンちゃんと名前が似てて間違ったとか？すみません、そんな感じです。彼女が京子ちゃんなんです。奥さんが事故ってのは？それは本当です。嫁の妹から LINE が来て、多分助からないって。まずいじゃないか。なのにそれをすごいテンションで喜んでたってわけか。だって嫁とはうまくいってなくて。まだ結婚して2年だろ、早すぎないか？なんでしょうね、自分のものになったと思ったら途端に面白みがなくなるっていうか。え、まあわかるよ、俺もそうだ。え、本当ですか？実はうちもうまくいってないんだ。まさか部長は彼女とかいたりします？野暮なこと聞くんじゃねえよ。ですよね、部長モテますもんね。誤爆の相手が俺でよかったな。本当です、これが嫁だったらと思うとゾッとします。まあ今は意識ないですけど。お前本当に嬉しそうだな。そんなに嫁さんに消えてほしいのか？そうなったらラッキーですね。彼女とはうまくいってんのか？はい、すごく可愛くて、駅前のデパートの化粧品売り場あるじゃないですか、あそこで働いてるんです。へえ。父親が区議会議員とかで、育ちもいいし、嫁とは大違いなんですよ。そうかそうか、保険金楽しみだな。確か2000万は出るはずなんで、キャバクラおごりますよ。楽しみにしてるわ。理解のある上司でよかったです。お前の秘密も守るから、俺のことも言うのよ。もちろんです。気をつけろ、スキャンダル一つで出世街道から外れるからな。はい、俺も部長みたいな上司になって部下の相談に乗るのが夢なんで。そうか、まあ頑張れ。あの、明日から3日くらいお休みいただいていいですか？奥さんの看病か？なわけないじゃないですか、女とちょっとした旅行に。どこに行くんだ？有馬温泉です。こんな時期に動いて怪しまれないか？どうせ意識ないし、帰ってきた頃にはあの世に行ってるんだから、誰にどう思われても別にいいでしょ。そうか、有給申請出しておけよ。了解です、部長ありがとうございます。楽しんでこい。翌日、トウコ、元気になったら読んでくれ。必ず回復するんだぞ、頑張れ、祈ってるから。山中先生、お久しぶりです。どうしたんですか？え、なんで意識戻ったの？何の話ですか？病院にいるんじゃ。私は今実家でおやつ食べてましたけど。事故にあったんじゃないの？さっきから何言ってるんですか？事故なんてあってませんし、ピンピンしてますよ。なんだ、そうか、よかった。商社勤めには慣れましたか？どうにかやってるよ。同級生に聞いた時は驚きましたよ、先生が教師辞めて商社に勤めるなんて。俺の叔父が社長なんだが、子供に恵まれなくてな。俺にどうしても継いでほしいって泣いて頼まれて断れなくてさ。怖かったけど、山中先生人気あったのにな。時代なのかな。今は保護者からのクレームがすごくてさ、夕方なんて電話対応で仕事にならなくて、ストレスも溜まってたんだ。サラリーマンになって5年経つけど、案外俺には向いてるのかもな。
夫にはまだ言ってませんよね、私が教え子だったってこと。言ってないけど、なぜ内緒にするんだ？夫が先生に私の悪口言ったら教えてもらえるでしょ。おいおい、部下の愚痴をいちいちお前に報告しないぞ。ですよね。ただ、今回は見過ごせないな。さっきの事故がどうとかってやつですか？瞳子の妹さんから姉が事故に遭った後連絡が来たそうなんだが、確認してもらえるか？今隣にいるんですけど、この子誤爆したらしいです。え？うちの妹、劇団で脚本書いてて、セリフの修正を LINE で細切れで送ってたそうなんです。今そのことに気づいたって焦ってます。そういうことか。今履歴見ましたけど、お姉ちゃんが事故った、意識不明の重体なの。医者が助からないって。ああ、これは誰でも私が事故に遭ったと思うでしょうね。実際そう思い込んでたな。じゃあ夫は心配してますね。連絡しなきゃ。いや、それが喜んでたんだ。え？ショックだろうが落ち着いてくれ。あいつには女がいる。やっぱりか。気づいてたのか？もしかしてキョンちゃんですか？そうだ。寝言で誤解聞いたんで。アホだな。どうせ私の保険金を手にして女と一緒になろうって魂胆なんですよね。そうらしい。昨日俺にも誤爆してきて嬉しそうにのろけてたよ。大事な教え子を裏切ったあいつに心底腹が立ったが、ひとまず理解のある上司のふりをして情報をできるだけ引き出しておいた。さすがです。今日から有給取って有馬温泉だとよ。は？私が行きたいって言ってた場所なのに。俺が言うのもなんだが、ろくでもない男と結婚したな。先生も知ってるでしょ、高校の頃から男運ないんです。お前が教室で泣いてて女子が慰めてる光景を何度見たか。でも強くなったんで。え？泣いてられませんよ。裏切ったやつには痛い目合わせてやらないと。いいぞ、それでこそ瞳子だ。先生。お？いつまでも私たちの先生でいてくれてありがとう。教え子は一生の宝だからな。じゃあ宝として輝けるよ、けじめつけてきます。おう、頑張れよ。数日後。姉が旅立ちました。お兄さん今どこですか？今は仕事でちょっと。それは残念だったね。そうですね。悲しいな。でもそうは言ってられないね。葬儀とか保険金とかやることは山ほどあるし、俺頑張るよ。ですね。瞳子、会いたいな。じゃあ会おうか。え？何か食べに行く？実家のご飯も美味しいんだけど、久しぶりに焼肉もいいな。あれ、妹のゆいちゃんだよね。うん、瞳子本人だよ。え、だって俺の嫁は事故で。事故も結婚もしてないけど。え、結婚してないってどういう意味？頭が混乱してきた。妹が舞台の脚本のセリフを間違って LINE しただけ。あんたと私は離婚して今は他人。 OK？ はあ？私が戻らないと思ったのか、ダイニングテーブルの上に離婚届置いてあったよ。サクッと書いて出してきた。それは浮気相手に見せるために書いたの？それとも配偶者が死んでも離婚届を出さなきゃいけないって思ってたわけ？どっちにしろアホだけど。浮気相手って何の話だよ。高校の頃の担任の先生に教えてもらったの。あんたが浮気して有馬温泉に行ってること。なんで先生が出てくるんだ？俺は上司にしか言ってないんだぞ。まさか部長が担任？正解。そういえば前職は教師だったって言ってたような。こういう情報が手に入るかもしれないと思って黙っててもらったの。くそ。スクショもらったけど、すごい喜んでたね。私がいなくなるのをそんなに望んでたんだ。いや違うんだ、あれは部長をからかうためのジョークで。まだ言ってるのかよ。本当なんだってば。浮気女と結婚したいんでしょ？別れてやったんだからさっさと一緒になればいいじゃん。それはもしかして私の保険金が結婚の条件だったりして。なんでわかるんだ。当たっちゃった。
札束を浴槽に入れて写真撮るのが夢だって言われて、それができるなら結婚するって。あんたの全財産の500円玉貯金でも風呂に入れてやんなよ。いや、しかし生きててよかったよ。は？温泉ってのは口実で、神社を巡って瞳子の回復を祈ってたんだ。でも無駄だったな。言ってもないくせによく言うわ。雨降って地固まるって言うじゃん。固まらずに陥没する地盤もあるけどね。そんなこと言うなって。今さら取り繕っても無駄。もう他人だし一生許す気もない。あんたは慰謝料払ってさっさと消えて。頼む、彼女とは別れるから。金払いたくないだけでしょ。そうじゃなくて瞳子と一緒にいたいんだ。はいはい、そうですか。何にも響かないし嘘にしか聞こえないんだけど。部長だって浮気してるんだぞ。こないだ俺にだけ教えてくれたんだ。あんたの話を引き出すための嘘に決まってんでしょうが。先生が愛妻家ってことは昔から有名だったんだから。わからないじゃないか。奥さんとも何度も会ってるし、先生はそんなことは絶対にしないの。くそ。あ、そうだ、先生が言ってたけど今の部署から一人出向させないといけないんだって。え？誰がいいと思うって相談されてさ。冗談だよな。いくら教え事を教師だからって私情を挟むのは間違ってる。そうかな。奥さんを大事にしない人間が顧客や仲間を大事にはできないんじゃないですかって言ったら、その通りだなって先生すごく納得してたよ。出向なんてすれば完全に出世コースから外れるんだぞ。私にはもう関係ないし。どうにかしろ。もともとはお前の妹のせいだろ。妹には感謝してる。本性をあぶり出してくれたんだから。家と貯金はどうすんだよ。全部もらう。慰謝料ももらう。ずるいぞ。だってそれくらい傷ついたんだもん。嘘つけ。あっけらかんとしてんじゃねえか。強がってないと涙が出て止まらないからよ。え？今にも崩れ落ちそうなの。信じてた人が寝言で何度も女の名前を呼んで、それでも夢だ勘違いだって自分をごまかしてしがみついてきたんだよ。もらえるもの全部もらったって罰は当たらないでしょ。瞳子、そういうことだからもうごちゃごちゃ言わないで。分かったけど、いくら請求する感じ？あんたに200万、女にも200万。無理だよ、彼女払わないよ。じゃあ裁判する。そこまでするの？男運の悪さはここで終わらせる。そのための戦いだから。少し減額とかするか。さっさと金持ってこい、この浮気野郎。はい。後日談。へえ、すっきりしました。修二は退職金と親に借りて払ってくれましたが、女の方が相当ごねたのでデパートのコスメ売り場にご挨拶に行きました。上司とお話し中の彼女に、人の旦那と浮気しといて1円も払わないなら裁判して給与差し押さえになりますがよろしいですかと直接聞いたところ、払う、即答していただけたのでよかったです。修二は出向で北海道に飛んで行ったそうです。通称片道切符と呼ばれる場所だそうで、戻ってくることはないでしょう。先生のおかげで新しいスタートが切れました。いつまでも生徒思いな先生が大好きです。